所詮この世は弱肉強食、強ければ生き、弱き。だから正しいのは師匠さんの方なんだ。一本目。もしそれが手遅れでなくば、今からではもうやり直しは効かぬのか。拙者は常に本気でござるよ。そうでなくては、この口から出た言葉も相手に本気とは思ってもらえぬ。僕の瞬転さって見極める。二本目。呼びられますよ。この手が届く限り、誰一人たりとて死なせはしない。
間違ってたんですね、僕は。答えは、この勝負が出してくれた。真実の答えは、お主自身が今まで犯した罪を償いながら、勝負ではなく、自分の人生の中から見出すでござるよ。簡単に答えを出させてくれないなんて、師匠さんよりずっと厳しいや。所詮この世は弱肉強食、強ければ生き、弱ければ死ぬ。この国の覇権を握るはこの俺一人、俺の国取りはこの国の摂理。摂理だろうと拙者はできぬ。荒井釈空作、最終型殺人危険、無限人と俺の弱肉強食でな。一本目始め。終わりはしねえさ。俺がこの無限人を手にしている限り。終わっているんだ。拙者がこの酒場刀を手にした時に。勝負。二本目。Yeah!
無駄だと言ったはずだ。すべてを断ち切る飛天御剣流。この手が届く限り、誰一人たりとて死なせはしない。これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流、オーク天解ける竜のきらめき。所詮この絵は弱肉強食。強ければ生き、弱ければ死ぬ。生きるべきものはこの俺だ。獅子王誠は炎の中にその姿を消していった。そして1ヶ月、自分の中の抜刀斎を恐れ、皆を危険に巻き込むまいと流浪に戻った謙信は再び東京に戻る。薫たちのもとに謙信、お帰りなさい。ただいまでござる。しかし人斬りとして生きた過去はまだ謙信を許すことはなかった。それこそが貴様に殺された姉さんの本当の願い。拙者はまだ死ぬわけにはいかん。行くぞ抜刀斎。一本目始め。水液と天乱闘争入れ。Yeah!
マン。巴をも殺めず、あまねく人斬りの罪を償う答えを。悪い。二本目。剣と心を閉じてこの戦いの人生を完遂する。それが拙者が見出した答えでござる。夢でも無実でも幻でも二度と貴様が天の姉さんに会えないよう殺して地獄に叩き落としてやる。最終戦俺襲撃統制優勝戦俺優勝戦死ねよっドリュー戦変乱統制変乱統制優勝戦この手が届く限り、誰一人たりとて死なせはしない。ま、搭載。ま、搭載。俺は、お前を殺して、もう一度、姉さんの、笑顔を。もう終わりにするんだ、エンジ。このまま続けば。
やがてお前は巴の笑顔を永遠に失ってしまう。前より力強く新たな一歩を踏み出せるのでござる。償いは、犯した罪の償いは、どんなに心血を注ごうとも、誰かが許すことなしでは償いにならない。日村剣心が殺さずの戦いの中から見つけ出した自らのたった一つの答え。剣と心を閉じて、この戦いの人生を完遂する。それは、許されないで終わるかもしれない。報われない人生になるかもしれない。けれど、それでも彼は笑う。いっぱいの優しさの中に、ほんの少し悲しみを隠したいつもの笑顔。